調整ゲットだにゃ。はい、調整ふにゃんソースを獲得しました。あのね、ソースをね10回ゲットできましたよ。うん、力が溢れてくる。これが調整のパワーか。ということで調整ふにゃんソースを初ゲットです。やりましたね。勇ましが正直強いのいっぱいいてあれなんだけど、妖怪三国志新しくなりましたね。1周年、くにゃん、いくにゃん、討伐戦だ。なるほど、これが噂の服最中戦剣なんでしょうか。はい、どうも、妖怪三国志国取り王座やっていきます。国取り戦が正式オープンメンテ後からスタートということでね、マッチングから結構長ん短い、うん、長いな。20日の23時59分負けちゃったら14日からって感じかな。うん、まあ国取り戦は基本的には変わってないんだけど、だろうけど、あ、剣かなんだ、継続か、ジバニャン剣か、使い切っちゃったよこの前。おお、すごい、皇帝ジバニャン劉備だって。うん、新しいのはジバニャン劉備だった。同盟スタンプお願い。あとはタダでくれるのって何なんだろう。うん、さあ、お知らせもいっぱいあるかな今回。討伐戦1周年キャップ、お、やっぱりヤシャイも来ましたね。そりゃそうだよね、1周年関羽とかが見えるけど、皇帝ジバニャンを全員にプレゼント、やった。戦力4000、強いね。猫股に続いてプリチーがね、うん、いいね。12日5時からだから、まあ明日だね。そしてクコインを毎日10個プレゼント、クコインは最大5000個の宝珠をゲットできますということで、クコインとジバニャンをね、あと記念コインもあるね、1周年コイン、ランク以上の群馬神、いいじゃない、いいじゃない。エクストラバトルで指定回数勝利でも必殺技指定回数、かなりいいね。そして1周年パック発売、1周年パックか、すげえな。1周年パック連続課金キャンペーン、ひでえ、ひでえな、ひでえな。一定額の宝珠を購入すると得点がもらえるキャンペーンを実施、この得点は毎日購入を続けるとグレードアップ、毎日購入だってさ、すごいね、煽るね。あ、また来た、宝珠2019個3000円、これいいと思ったよね、これいいと思った。そして空泣き戦、そしてね、ジバニャン劉備とウィスパー孔明の冒険もいよいよクライマックスなんだね。中原地方、この前ね、やっと河北地方をクリアしました。はい、さあ国取りさんで、あとうんちくまね、うんちくまが楽しみだね。死神、ジャネガブン、もう全部新しい妖怪だね。うん、天下統一戦の報酬だから、天下統一戦クリアしていかないと、うんちくまゲットできないね。雲外三面鏡がなんかすごい男前になってるな。マイルコインが一番難しいんだよな。あーという感じで、ついについにこの日が来たにゃん。1周年を迎えた、おめでとうずらということでね、こんなめでたい時にあの白いやつが出てこない。白いやつどうしたかな、白いやつ、あ、本当に出てこない。あ、白いやつ出てきた、パンパカパーン。配信から1周年、皆さんのおかげでこの日を迎えられたでウィッスということでね、ローマ界の覇者が満を持してガシャに登場。まあヤシャエンマすごいね、戦力6000か限界突破でね、すげえな、5000でもすごいのに歴代最高の戦力6000、取り付くには超混乱。
炎と火属性吸収。炎と氷に強いんだね。そしてスーさんことスサノオ、有料法有料ガシャなひでえじゃねえかなこれ。課金を促してるくるぜ。さあいろ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 だね。ということでやった、ジバニャン劉備ゲット。皇帝ジバニャン劉備、なんだ5月1日って書いてあったけど、違う土曜日の5時からって書いてあったけど、そんなこともなく S ランク嬉しいね。皇帝ってことは俺っち一番偉いんやんねーってね。ジバニャン劉備、ジバニャン劉備エラーしないで。そしてなんか固まっちゃってるけど、いろいろね国取り戦終わりましたね。ランクアップイベントも最後抜かれて2位だったけど、ランクアップ54で終わったね。これねいいね。なんか不安定じゃないの、大丈夫かな、みんなログオンしてんのかな、なんか遅いね。さあ一気にゲット。そして炎術ね、炎術そろそろ大釜だよね。炎術といえば大釜なんで、こいつもね小生大釜になるのかな。ゲット。なんか嫌な予感がするね。読み込み中がちょっとクールね。ちょっとねなんか始まったばかりでかなりネットワーク不安定だね。ログインしてるやつが多いから不安定だよ。大丈夫かい、困ったねってね。タイトル拾っていくぜ。あかんで、これタイトルまだログインできないんじゃないの。これいける？いけたね。さあそしてヤシャエンマがガシャに登場か。もう宝珠が全然ないからね、ヤシャエンマはもう諦め。ソラナキに活躍するな。そしてソラナキね、討伐戦ってのがあるんだね。3部隊編成して頑張りましょうってやつだね。これはボスは毎日3回決まった時間に出現ということで、今回は17時から0時に1回のみたもう出てるのかな。バトルして冬にゃん金貨、今度は冬にゃん金貨だ。でも気になるのがフォーエバーフレンド金貨は継続だよね。よかったよかった。かまいたちこれでゲットなんよ。これであと3個だ。かまいたち完走したいんだよね。そしてミッションをもらいたい。くれ、ミッションも増えてんな。長花持ってんだ、よかった。長花いやーん、宝珠まあまあゲット。もうカスカスの方が欲しい。購入特典、いやーもうどうしちゃったのよ。キャンペーン来ましたね。5日連続で600円以上の購入すると S 群馬車課金来るね、促してるね課金ね。そしてお知らせもう1個見たいんだけど、もう遅いなこれ。さあ、あメンテナンスね、メンテナンスごめんなさいってやつだよ、ね、いいや。さあじゃあちょっといくつかやりたいことあるんだけどね。討伐戦ってのは、討伐戦ちょっとねいくつかやりたいことあるんだよな。討伐戦は全プレイヤーと一緒に超膨大なヒットポイントを持つボスと対決するイベント。3部隊で出陣可能ということでね、ダメージポイントの順位に応じて討伐戦カードがもらえると。フーニャン金貨、今回のボスはソラナキなんだね。ソラナキもゲットできそうだね。交換報酬でソラナキを仲間にすることができます。じわじわダメージ、さらに8種族へのダメージアップというかね。
さあスタート。ちょっとこれもね、ちょっとね、ウィニャンキンカとかもあるんだね。あー、あれだね、なるほど、もうやってるね。ちょっとこれはまた今度やります。で、ウィニャンコイン、まずはちょっと紹介ということでね。ソラナキ、これも確実にゲットできそうだね。これはいいね。ソラナキも確実に乾燥させたいな。ね、コインもいっぱいもらえるし、いいじゃないか、いいじゃないか、いい、好きだこのイベント。ミッション増えたらいつの間にか。そう、宝珠をね貯めてガシャやってみたいんだけどね。さあ、ごめんなさい。で、あとは国取り戦、ちょっとね、最初どんな感じかだけちょっと見させてもらって、セッション開始。フーニャン軍か、初めてだな、フーニャン軍で。天下統一が早いほど多くの豪華星を得られるってパターンなんだ。ジバニャン金か、取り分を確認するっていう風にやるんだね。なるほどね。まあこれは変わってないな、この辺ね。はい、じゃあこれが国取り戦、もう始まってるね。で、あとは天下統一戦ね。これがちょっと後でね、また身長を変えるということでやっていきたい。いざ出陣にゃん。ストーリーがね入ってるんで、これもね今後やってみたいと思います。ごめんなさい、ちょっと今回触りだけで、あと最後にね目玉をゲットしたいんだよね。ダークニャン曹操がいる巨匠はまだ遠いニャンね。群馬神曹操によって見た目も心もダークに染まってしまったようですが、俺たちの友情バトルであいつを正気に戻すにはいいね。さあ、モテまくる出てきたね。夏季系でできたらゲットしたい。しかも不思議だからちょっと倒しやすそう。僕ってモテまくって困っちゃうんだよね。さあ、ごめんなさい、バレンタインなんてもう大変で大変で。最後にねちょっと面白いのやりたいんだ。ダークニャン曹操を目指してるんだけど、どっから始まるんだ。北陽からなんだな。3万1000か。まあ最後のね、この前のさ、最後の行のダークニャンすごいよね。これ3万4000がさ3連戦だったんでね。はい、でこれがこんな感じっていう感じかな。はい、じゃあちょっとねやっていきましょうね。で今回ねガシャ引けない代わりにやっとね揃えました。これ駒さん孫作じゃない、これはねあと5個なの。フーニャン曹操、さっき言ってたダークニャン曹操、ポン揃いました。なんで最後にすいません、こちら小生召喚したいと思います。やりました。あれ、あ、ここか、ここに選択。うわ、強化不足だ、ちょっと待って。はい、いけるいける、ごめんごめん。この脱線者を鍛えればいいや、強化しよう、限界突破、これでいけるよね。ありがとう。ああ、びっくりした。これで、脱線者。さあ、はい、じゃあこれでいきます。小生召喚。ウィニャン曹操。小生。ゲットだにゃん。はい、小生フィニャン曹操を獲得しました。あのね、曹操ね、10回。ゲットできましたよ。力が溢れてくる、これが小生のパワーか。ということで小生フーニャン曹操初ゲットです。やりましたね。勇ましが正直強いのいっぱいいてあれなんだけど、
ついに小生フーニャンゲットしました。いいね。そうそうと激しく何回も戦ってまして、うん、本当に勝ちましたね。10回目ね、そうそう落ちてくれましたんで、ありがたい、本当にありがたいね。うん、限界突破素晴らしいね、よかったっす。全然新イベントについて触りしかやれなくて申し訳なかったんですけど、このね小生フーニャンをようやくゲットできて、小生ど根性ストレート肉球いいよね。雷なんだねフーニャンなのに、風じゃなくて雷、味方全体の力アップ、そして光栄揚力アップ、光栄妖怪なんだ、へー意外。ということで揚力を鍛えようってやつなんだ。で強化、ちょっと待ってね、あーごめん、潜在能力はまあね、ぶつかり受けるダメージダウン、まあ守り系なのかな。うん、なんでねこれを強化していきたいと思いますね。一応ねフーニャンが来た時のために準備はしてたんだけど、大した準備じゃないけどね。これでどうなる？限界突破できたね。なんでね、まあちょっとこのフーニャンをね鍛えつつ、小生ね、新イベントね頑張っていきたいと思います。はい、じゃあちょっと今回はね、新イベントの軽く紹介と、フーニャン早々ね、早々チャレンジね、もうこれかなり何十回もやりましたんで、ゲットでした。あとね小生、次コマさん捜索行きたいなと思いますかね。最近小生の証しか全くドロップしないのでちょっとかなり絶望的なんですけど、また周遊かな、周遊があれなんですけど、オロチが強化されてないのと、この5個がかなり厳しいんだよね。うん、まあまあまあこんな感じでちょっとね新イベントね、楽しんでいきたいと思いますし、このね服コインってどうなってんだろう。ちょっとごめんね、服コインだけちょっと最後特にないのかな、ガシャ。うん、まあちょっとごめん、分かんなかったんで、ピアシャインマンのガシャとかね、本当は、あ、チケットあるな。これはちょっと、次の動画でやろうかな。うん。ちょっと、ガシャもね、じゃあ次の動画とかで回していきたいと思うので、はい。今回はね、新イベントについての紹介と、フニャン早々、小生フニャン早々合成についてやってみました。はい。じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。新イベントもね楽しんでいきましょう。それでねカオル君、募集してますんで、ぜひねこの機会にねこの皇帝ジバニャンもらえたらね結構強いんでね、始めた人とかね、ぜひ、我が軍に入ってみて一緒に楽しみましょう。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ちょっといろいろ楽しみですね、ほんとね。楽しんでいきましょう。